こんにちは、メンタリストの大和です。人に物を頼むときには、実はご飯を食べた後、食事をした後30分後にお願いするといいというのが今回のお話の概要になります。どういうことかというと、人間はですね、自己コントロール能力っていう、つまり物事を決定するのにもこの意志力、自己コントロール能力というのは使われるんですが、これは血糖値が下がると非常にこう決断力減ってくるってことが分かってるわけですね。つまり血糖値が下がっている状態、例えば食べ物をがお腹の中に、つまりお腹が空いている状態では物事を決定するのがすごく嫌になる生き物ということが分かっています。ですから、何か相手に物事を頼みたい、例えば、奥さんにお小遣いの値上げをお願いしたい、あるいは、旦那さんに、休日家族サービスのための時間を取ってもらいたいとか、あるいは、もし皆さんが学生でお小遣いをもらっているんだったら、お母さんかお父さんにお小遣いの値上げを要求したいという場合に、どういう時に頼めばいいかというと、食後30分後がベストです。なぜかというと、ご飯を食べますよね。30分ぐらい経って血糖値が徐々に上がってきます。上がってくると人はそういうふうに説得されやすくなったりだとか、決断を下しやすくなりますから、ご飯を食べてから30分後に値上げの交渉をしたりとか、あるいは、皆さんがビジネスマンだったら、上司にプレゼンするのは食後30分後が狙い目ですよね。ここを狙うことによって企画を通しやすくすると、自分の、言い分、オファーを通しやすくするということができます。ぜひ試してみてください。メンタリストの大和でした。